これからご紹介する冒険物語は、フランソワ・デュボワという人物の話から始まります。彼は、キャリアマネジメントの専門家として、その講座や多くの書籍から日本で知られています。長年、たしなんできた中国武術の修行を深めるために、ある時、中国に行くことを決意します。修行先は、中国湖北省武当山、太極拳生誕の地であり、世界遺産にも登録されています。厳しい修行の末に、デュボワは、武当内科拳国際継承者という肩書きを受けます。日本に戻ったデュボワは、ウィマ、ウーダン・インターナル・マーシャル・アーツ・アカデミーという、武当式の太極拳と気功を教える学校を開きます。ウィマでは、中国武当山と全く同じ流派の太極拳や、カンフー、気功などを教えています。中国では、2年に一度開催される武術のオリンピック大会があります。それが、世界伝統武術大会です。世界中から集まったアスリートたちは、世界レベルの高い技術を見せるために、ここ、中国湖北省、十石市に集います。我宣布、第四届、世界传统武术节、开幕。Now I declare, the fourth world traditional wushu championship is open.日本からの選手たちの友情行進です。総勢100名以上の大きな選手団です。そしてやはり最も迫力のある選手団は中国です。開会式典はまさにオリンピック大会並みの豪華さです。妙見張る豪華な仕掛けや数えきれないほどのパフォーマーたちによるステージアート、アジアを中心に世界中で活躍するスターを集めて披露されたステージは、中国武術の奥深い世界を見事に表現した独創的なものです。式典の鳥は中国のスーパースタージャッキー・チェンの歌です。さあ、私たちのチームウィマの様子です。舞台裏では様々な準備が行われます。選手一人一人にはゼッケンが配られます。大会本番の集中力を徐々に高める選手たちが、同時に大会の雰囲気を楽しむ時間でもあります。みんな疲れてるからちょっと目がちっちゃい。さて、この人は誰でしょうか。おはようございます。本当だ。今回の大会メンバーです。フランソワ・デュボワ、ウィマのディレクターでありチームのコーチ役を務めます。木村彩、
チームリーダーです。男性チームメンバーはガエル・バッセル、女性チームメンバーは上田美希子、藤井博美、山中理恵、石井真由美。ウィマは伝統太極拳の部門に参加します。大会が始まるとすべては目まぐるしく進んでいきます。さまざまな年齢と背景の人たちがそれぞれの最高のパフォーマンスを披露してメダル獲得を目指します。いよいよウィマの本番が近づいてきました。選手たちの控室ではウォームアップをしつつ最終挑戦に余念がありません。まもなく本番です。選手たちはそれぞれ 2,3 人の小さなグループに分けられて演舞を披露します。与えられた制限時間内に大勢の審査員の前で太極拳を行い、スコアで審査されます。こうして世界の頂点を目指します。女性の部が終わると今度は男性の部です。最も注目度の高い世界大会だけあり、さすがにレベルは高く、選手のほとんどは自分たちの武術学校を持つ師匠たちです。金メダル、銀メダル、そして銅メダル2つ。これが今回の世界大会のウィマの成果です。ウィマのパフォーマンスは中国でテレビ中継もされました。メダルも大切ですが、武藤さんの近くで山の心を皆さんと共有することが何よりも大切だと思います。今回のメダリストたちです。藤井博美、銅メダル。木村彩、銅メダル。山中理恵、銀メダル。そして石井真由美、金メダル。世界チャンピオンです。日本から参加したウィマチームは初めてにしてメダルを獲得したのです。これが東京で生まれたばかりの若い武術学校が世界デビューを果たし、そして世界の頂点に立つまでのノンフィクションの冒険物語です。思わぬ形で武藤さんの心を世界にアピールするまたとない機会となりました。彼女たちが成し遂げた冒険の続きは、もしかしたら今度はあなたが作るのかもしれません。